トカチのアショロ町で女性が殺害され山林に遺棄された事件で、逮捕された男が女性のスマートフォンを捨てたという趣旨の供述をしていることが分かりました。アショロ町の無職、シドノリヨ容疑者は、去年11月10日、スナック経営の信本真由美さんを信本さんの自宅で殺害し、遺体を山林に遺棄した疑いが持たれています。 捜査関係者によりますと信本さんのスマートフォンは発見されていませんが獅童容疑者がスマートフォンを持ち去って捨てたという趣旨の供述をしていることが分かりました信本さんが殺害された寝室ではベッドの血痕を隠すように布団がかけられていて捜査本部は獅童容疑者が事件の発覚を遅らせようとしたとみて調べています